この項目では、2006年シーズンの J リーグディビジョン2、について述べる。2006年シーズンの J2 リーグのクラブは、以下の13クラブである。このうち、柏レイソル、東京ベルディ 1969, ビッセル神戸が、前シーズンの J1 リーグからの広角クラブ。また、愛媛 FC が、日本フットボールリーグから昇格。新しく J リーグに参加した。 全シーズンと変わらず、4回戦争あたりの勝ち点により、順位を争う。上位2クラブが J1 自動昇格となり、3位が J1 の16位と J1J2 入れ替え戦に臨む。3月4日から12月2日まで行われた。チーム数が13と奇数になったため、毎節1チームずつ試合のないチームが生じることとなり、前後1 2節の長丁場となった。 J1 と違い、ドイツ W 杯の大会期間中も中断することなく、開催された。この年は初めて J1 から3チームが降格。降格チームがなく、史上最低レベルの J2 とまで言われた前年と打って、代わり、ハイレベルな混戦になると見られていた。その中でも歌詞は、東京 V、神戸の降格組に、ブラジルの名称、ジョエル・サンタナにこれも、 ブラジルの選手3人が加入した仙台、八木下正明体制3年目となってチームの成熟度の高さが期待された札幌の5チームが中心の争いになると見られていたしかし東京 V 札幌は失点の多さが響いて開幕から思うように勝ち点を伸ばせず早々と優勝争いから脱落一方第一節で監督交代という 思い切った策に打って出た横浜 FC の新監督、高木拓也が監督就任から15試合連続負けなしの新記録を作ったこともあり、前年まで会の常連だったチームが嘘のように一変して昇格争いに食い込む。前半戦が終わって優勝争いは柏、神戸、仙台、横浜 FC の4チームにほぼ絞られた。第3クールに入ると、 ブラジルトリオの個人技頼みの戦術で戦ってきた。仙台が、下位チームには対象するが上位チームには勝ちきれないという、この手のチームにありがちな悪循環に陥って失速。結局特失点差は最後まで最高だったが、最終順位は5位と、特失点差1位のチームとしては、j に史上ワウストの順位になってしまった。一方で残った三チームの争いは、第四クールに入っても、 高着状態が続いた。10月に入って、それまで首位を保ち続けてきた柏が調子を崩し、8.9月と調子を上げてきていた神戸が、首位に立つ。ところが神戸は、第48節からの4試合で2敗に分けと失速。柏も、第50.51節と連敗。柏、神戸が調子を落とす一方で、断突の失点の少なさで終始安定した戦いを、 続けてきた横浜 FC が最終節を残して優勝と J1 昇格を決める。迎えた最終節。自動昇格の残り1枠は神戸が柏に勝ち点差1をつけており、最終節で勝てば昇格が決まっていたが、最後にホームで意地を見せた仙台の前に敗北。柏がアウェーで湘南を一周したことで柏の逆転昇格が決まり、神戸は 福岡との入れ替え戦に回ることになった。なお、柏監督の石崎信弘は、過去3回勝ち点差1で J1 昇格を逃した経験があり、柏と神戸の最終戦が、同じ勝敗だったら4回目の悲劇を味わっていたところだったが、4回目の正直で昇格を決めた。注意以下では、トスが、 第3クール以降では横浜 FC と並んで最高の14勝を挙げて小位争いから抜け出し終盤で仙台を抜いて4位に食い込んだ。また、この年から J2 に参入した愛媛 FC は選手の質量差に苦しんだところはあったが、それでも後半戦ではほぼ5部の成績を上げ、最終的には9位と1年目としては上々の成績を収めた。その一方で、 前年同じ昇格1年目で9位だった徳島は最下位に沈んだ。最終更新は2006年12月2日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。出典ありがとうございます。